どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、みんなの銀行で10万ダウンロード達成記念ということでキャッシュバックキャンペーンがね行われておりますので、こちらの解説ねやっていきたいと思います。まあね、このキャンペーンね2つありまして、まあ、キャッシュバックのキャンペーンとツイートのキャンペーンがあるんですけども、まあこのツイッターのねツイートのキャンペーンは30人ぐらいにしかねちょっと当たらないキャンペーンっていう風になりますんで、このキャッシュバックのキャンペーンですね、全員の方がね利用することができる 20% 還元キャンペーンっていう風になっておりますので、結構ねお得なのではないのかなと思いますので、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで皆さんね、こちらみんなの銀行ね口座開設されましたかね。まあ、こちら5月の末ぐらいにですねこのキャンペーン始まって一気にねすごい盛り上がってですね、早期終了するっていうねみんな言ってたんですけども、今ね7月の半ばということでまだキャンペーン終わってないんですよね。いやすごいですよね。まあ、こちらは口座開設をしていただいて、その際にですね紹介コードを入れていただくと1000円がもらえるっていうキャンペーンなんですよね。でその紹介コードを入れて口座開設しますよね。でその方がですねパートナーとかご夫婦の方であれば、相手の方にですね紹介番号を入れてね口座開設していただくと、まあ、合計ね3000円もらえてしまうっていう風になりますんで、まあ、かなりねお得なキャンペーンなんですけども、まだね口座開設されてない方いらっしゃいましたらですね、今からでもですねこの1000円もらえますので、ぜひね利用してみていただければなという風に思うんですけども、もしね紹介コードね利用されたい方いらっしゃいましたらですね、こちらの動画の概要欄にね載せておきますので、もしよければ利用していただければなと思います。でこのみんなの銀行はですねプレミアム会員っていうのが1年間ね無料で利用することができるんですよね。もらったね1000円に関してもこのプレミアム会員にね加入していただければですね、セブンイレブンとかでその1000円も手数料なしでね引き出すこともできるっていう形になっておりますんで、このみんなの銀行のね登録方法であったり、実際のねセブンイレブンの ATM の出金方法とかですね、前回の動画で解説ねしておりますので、もしね利用方法わからない方はですねそちらね参考にしてみてやってみていただければなと思います。それはですね今回のキャンペーンの詳細なんですけども、こんな感じで出ております。10万ダウンロード突破記念、みんなの銀行でお得にキャッシュレス体験キャンペーン 20% キャッシュバックということで、10万ダウンロードってすごいですね。まだね2ヶ月経ってないぐらいだと思うんですけども、かなりすごいですよね。このねダウンロード記念でねキャッシュバックキャンペーンが行われます。で期間がですね2021年の7月の16日からですね8月の15日までという風になっておりまして、エントリー不要という風になりますので、利用していただければですねキャッシュバックが受けられます。で 20% キャッシュバックで上限はね1000円までっていう風になりますので、対象支払い金額をですね逆算するとですね5000円までの利用で1000円ね返ってくるっていう形になるんですよね。でキャンペーンの特典付与に関しては2021年の10月中旬頃ということで、キャンペーン終了がね8月の中旬っていう風になりますので、まあだいたい2ヶ月後ぐらいにですね特典がもらえるっていう形になります。で今回のねキャンペーンの適用条件なんですけども、みんなの銀行を口座開設された方で、またねみんなの銀行のデビットカードを保有されている方ということで、で期間中にですね Apple Pay もしくは Google Pay でみんなの銀行デビットカード決済された方っていう風になっておりまして、またね期間中に新規口座開設された方もデビットカードね発行されている方であればですねキャンペーン対象っていった形になります。ということで今回のね支払い方法はこのみんなの銀行のねアプリを入れていただければね、まあ、大体わかるんですけども、まあ、こちらねデビットカードということでクレジットカード番号がね見れるようになっておりまして、それでねインターネットショッピングとかにも普通に利用することができるわけなんですけども、今回のキャンペーンのね支払い方法は Apple Pay、Google Pay が対象っていた形になっておりますんで、インターネットショッピングでね普通にクレジットカード番号を入れてね決済するとこちらは対象外っていう風になりますんで、この点はね注意してください。で Apple Pay の場合なんですけども、店頭での利用の場合はクイックペイもしくは JCB コンタクトレス決済ですね、またネットのご利用の場合は Apple Pay ボタンをタップするか、お支払い方法を Apple Pay を選択した決済ということで、こちらもね後で実際にやろうと
思います。で Google Pay の場合ですね、店頭での使用は Google Pay プラスでの決済で、ネットの利用はね、この Google Pay の方はキャンペーン対象外っていう風になりますんで、この点はね注意してください。ですので iPhone の方はですね、 Apple Pay でね、決済した分に関してもね、ネットで利用することができるんですけども、 Google Pay の方はね、残念ながらこちら対象外っていう風になりますんで、この点はね注意してください。でですね、注意事項なんですけども、 iPhone ね利用されている方はモバイルスイカ、モバイルパスモ、またね Apple Pay スイカ、Apple Pay パスモへのチャージは対象外っていう風になりますんで、モバイルスイカアプリね利用したことある方であれば、チャージ画面ですね、 Apple Pay っていうのが出てきますよね。まあそちらに関してはこのキャンペーンね対象外っていう風になりますんで、まあこちらね5000円利用したら1000円返ってくるっていうキャンペーンなんですけども、もしねこれ対象だったらですね、本当に秒殺で終わるキャンペーンだったんですけども、まあこちらに関してはですね、対象外っていう風になります。それではですね、ちょっとね、ここら辺にね、画面出しておきますけども、みんなの銀行のですね、こちら Apple Pay に登録しなきゃいけませんので、まず Apple Pay のね、登録方法をね、解説していきます。まずね、みんなの銀行を開いていただきますよね。そうすると Face ID がね、出ると思うんですけども、この下の方にですね、なんですか、バーみたいなのあるの分かりますかね。これね、間違えちゃうと、普通にアプリ閉じちゃうんですけども、この普通預金のね、残高の下にね、ありますよね、バーみたいなの。これをね、ちょっと上にスワイプするんですよね。そうすると、アクション画面っていうところになりますんで、ここでね、デビットカードを使うっていうのをね、クリックしていただきます。そうするとですね、ご自身のね、デビットカードがこんな感じでね、表示されると思うんですけども、まあ、こちらでね、カード番号が見れるんですけども、まあ、このカード番号を見てね、決済してしまうと、今回のキャンペーンは対象外っていう風になるんですけども、まあ、カード番号を知りたい方はですね、ここからね、カード番号が見れます。で、Apple Pay に登録っていうのがね、真ん中にあると思いますんで、こちらをクリックします。そうするとですね、JCB のコンタクトレス決済のマークと、クイックペイプラスですね。で、Apple Pay を設定するっていうのが下にありますんで、こちらを押していただきます。そうするとですね、Apple Pay にカードを追加ということで、カードの追加ができますので、追加していきましょう。で、次へ。そうするとカード会社にも問い合わせっていう感じで出ますね。で、そうすると Apple Pay モバイルペイメント規定ということで、まあ、こちらを同意していただきます。そうするとまたねカードを追加ということで、ちょっと時間がかかりますね。かなりかかりますねはい、ということで来ましたね、クイックペイみんなの銀行デビットカードはウォレットに追加されましたということで、こちら完了をしましょう。そうするとカードの認証ということで SMS がね飛んでくるみたいですね。次へ押しましょう。そうすると認証コード JCB 認証コードを入力してくださいということで、これ SMS でね飛んでくると思いますんで、ちょっと待ちましょう。あ、来ましたね。あ、これ自動で入ってくれる感じですかね。はい、自動で入ってきました。そうですね、今認証中になってぐるぐる回ってます。大丈夫そうですね。で、これで、はい、アクティベート完了ということで、みんなの銀行ウォレットでメインカードに設定、まあ、こちらねメインカードの設定が出てきますけども、まあ、私はしないをクリックします。まあ、こちらねお好みで大丈夫です。で、Apple Pay に登録しましたということで、これがね、Apple Pay の登録方法っていった形になります。まあ、これをしないとね、キャンペーンのね、利用方法、Apple Pay のね、支払いができませんので、こちらをやっておきましょう。それでは一応ね、確認しておきましょう。ウォレット画面を開いて、今メルカリが出てるな。はい、みんなの銀行一番上にありますね。これでね、では完了ということで、これでね、支払いができる感じになります。それはですね、今回のキャンペーンは、5000円利用すると1000円ね、キャッシュバックされるっていった形になりますんで、もしね、5000円マックスでね、利用される方はね、みんなの銀行に5000円、ね、入金しておかないとですね、今回のキャンペーン利用することができませんので、ちょっとね、今さっき入金してきたんですけども、普通預金ね、5000円入っておりますよね。この状態で利用していただきたいんですよね。というのも、このみんなの銀行の先ほど言ったね、紹介コードを入力すると1000円ね、もらえるキャンペーンがありますよね。まあ、こちらのもらったお金でももちろんね、今回のキャンペーンで利用することができるんですけども、このバンキングっていうね、この真ん中の家みたいなボタンを押すとこの画面になるんですけども、この画面になると今上にね普通預金っていうのがありますよね。その下にセービングっていう貯蓄預金ありますよね。で、この紹介コードを入れた、キャンペーンでもらえる
らえる特典の1000円っていうのはこのセービングっていうところに入るんですよね。ですのでセービングのままですね、このデビットカード機能っていうのは利用できないので、このね貯蓄預金っていうところを押すとですね、振り替えっていうのが出てきますよね。こちらを押していただきます。まあ今ね私は0円になってるんですけども、この移行先っていうところをクリックしていただいて、普通預金っていうのをクリックしていただきますよね。まあここでお金をね移動していただきたいんですよね。貯蓄預金から普通預金ですね、移動していただいてですね、この今回のキャンペーンでね利用していただきたいんですよね。まあこれやってないとですね、普通にあの決済おりませんので、まあこの点だけね注意していただきたいなというふうに思うんですよね。ですんで、あの普通預金の方にですねお金が入っていることを確認して決済ねしていただければなと思います。それではですね、実際にね、利用していきたいと思います。で、基本的にはですね、ご自身の、普段ね、利用しているところをですね、こちらに切り替えて利用していただくのがね、一番お得っていった形になるんですけども、まあ、今回私はですね、ANA のね、株主優待券がね、あと1枚欲しいんですよね。ということで、今回このキャンペーンで、ね、利用して購入していきたいなというふうに思うんですけども、で、今回ですね、私はメルカリでね、使っちゃおうと思っております。まあメルカリもね利用することもできますんで、株主優待券、今回私はね ANA の株主優待券買いますけども、まあそれ以外の優待券とかもね買うことができますし、ちょっとね額面通りにはね購入できないかもしれないんですけども、クオカードとかもね売っておりますし、まあその他株主優待券とかね、先ほども言いましたね、そういったものはですねメルカリで購入することもできますんで、これだとですね、まあ自宅にいてね全部完結してしまうので、まあ結構楽かなと思います。あとねこちらのギフティっていうサイト、皆さん知っておりますかね。まあこちらあのギフティっていうギフトコードのねサイトなんですけども、こんな感じでですねスタバとかローソンとかね、まあローソンだったらそのまま使えるんであんまりかもしれないんですけども、まあくら寿司とかね、まあこういったところで利用することができますんで、まあこのサイトもね結構いいのかなと思います。こちらもね Apple Pay で購入できるということですんで、まあこちらでね利用していただくのも自宅でね完結しますんで楽かなと思います。それはですねメルカリで購入ねしていきたいと思います。ANA のね株主優待券ねもう事前にねチェックしておりまして、ちょっとね画像出すのいいのかわかんないんで画像をねちょっとモザイクかけさせていただきますけども、まあ、こちらのね、1850円の株主優待券ね1枚購入していきたいと思います。では購入していきましょう。ちゃんとね発送してくれる方ですね、説明欄にね基本的に書いてますんで、まあ、特に発送しないみたいなこと書いてないですよね。まあ、普通便でちゃんと送ってくれるということで、これでいきたいと思います。では購入手続き、そうすると、1850円ですね。今回ポイントとかね出てますけども、ポイントとか使わないでいいです。でですね、この支払い方法のところですね、一番下でここに Apple Pay っていうのがありますよね。でこちらをクリックしていただきます。そうするとですねダブルクリックということで、まだねみんなの銀行が表示されておりませんので、この真ん中のところですね、今三井住友ナンバーレスゴールドになってると思うんですけど、こちらをクリックしてみんなの銀行に切り替えると、で OK ですね。で今回1850円でみんなの銀行デビットカード決済ですね、こちらダブルクリックします。それはね購入することができました。まあこんな感じでですね利用していただければですね、メルカリでもね購入することができるっていった形になっておりますので、私は ANA の、ね、株主優待券購入しましたけども、まあいろんな優待券ねありますので、まあこういうのでね使っていただくのもね、まあ簡単に言えば5000円使えば1000円返ってきますので、こんな感じでね利用していただくのがね結構簡単にクリアできてねいいのかなと思います。またねメルカリやったことない方はですね、こちらも1000円分のポイントねもらえるキャンペーンやっておりますので、まあ、そちらも概要欄に載せておきますので、もしね気になる方は、紹介コードを入れていただくとね1000ポイントもらえるっていった形になりますので、まあ、そちらもね利用されたい方ぜひ、ね、利用してみていただければなと思います。このねもらった1000円のポイントもですね iPhone の方であれば Suica にチャージとかもできますので、そちらもね結構お得かなと思います。ということで今回ですねみんなの銀行キャンペーンですね 20% キャッシュバックキャンペーンね解説させていただきましたけども、まあ5000円の利用で1000円ね返ってくるっていった形になりますんで、 ANA の株主優待券とかね購入される方であればですね結構お得にね購入することができると思いますし、またね他の優待券とかクオカードとかもねまあお得にね購入することができると思いますので、ぜひね利用してみていただければなと思います。
ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっていますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンバーホテル、ヒルトンホテルなどについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。ですね、ちょっといつもとね雰囲気違うと思うんですけども、こちらもねとあるホテルに宿泊させていただいておりまして、今回ねスイートルームに、宿泊させていただいております。こちらの動画もね今後出していきますので是非楽しみにしておいてください。ということでご視聴ありがとうございました。